山道を走り抜けた先に日本の原風景が広がっていた。どこか懐かしく、でもどこか新しいその風景は、世界は変えることができると私に教えてくれているような気がした。平らな土地を耕すだけではなく、険しい土地を開拓し、そこに根を張るたくましさ。困難から目をそらすのではなく、受け入れ順応しようと知恵を巡らせる賢さ。何気ないけど深く強く胸を打つのは、ここがそれまでの常識を超えたところにあるからかもしれない。目の前の壁を越えていこう。今までの私を越えていこう。その先に新しい世界が広がっている。全速力で走ることに疲れたら、またここに戻ってくればいい。たまには人生のあぜ道を歩いてみてもいい。風に触れ、緑に包まれ、生き物の息吹を感じるその道は、きっと明日に続いている。果てしない私の世界を旅しよう。長崎フォトリップは長崎県本田カーズの提供でお送りしました。